現代医学とは、医師や看護師、薬剤師、セラピスト、などの医療専門家が、薬や放射線、手術など、を用いて症状や病気を、治療するシステムです。アロパシー医学、オーソドックス医学、従来の医学、主流医学、西洋医学とも呼ばれる。ホリスティック医学とは、体、心、精神、感情など、人間全体が最適な健康と幸福を追求するものです。ホリスティック医学の哲学によると、人生の持続的なバランスを達成することによって、最適な健康、これがその主な目的である、に到達することができるとされています。鍼灸、ホメオパシー、カイロプラクティック、ハーブ療法、霊気、瞑想、マッサージ、アロマセラピー、催眠療法、アーユルヴェーダ、その他が含まれます。家族全員が健康でなければ、医者にお金を払わないし、家族の誰かが病気になれば、医者はお金を受け取れなくなるのが、当たり前だった。現代医学が明らかに優位であることは疑いようがない。緊急事態の収束、外傷が、エピデミア。しかし、多くの慢性疾患や末期疾患に、対して、その対応力のなさには、驚かされる。糖尿病、癌、アルツハイマー、パーキンソン病。代替医療が症状の根本原因を探るのに、対し、現代医療は異なる症状を、一つ一つ別の病気、として治療しています。代替医療では体全体を癒し、現代医療では症状を治療したり抑えたりする。代替医療は常に全体的な癒しと予想外の結果さえもアーカイブしています。しかし現代医学では投与された薬剤が矛盾するため、予期せぬ副作用や合併症が起こることがよくあります。代替医療では、食品を最も重要な薬、として考えています。食を何時の薬とし、薬を何時の食とせよ。代替医療では、食品は最も重要な薬と、考えられています。ハーブや他の治療法と、同様に、何千年もの間、その有効性を証明してきました。現代医療では、化学組成物が使用されており、人体へのリスクが高い。私たち一人一人が健康的なライフスタイルについてもっと知識を持つ必要があります。現代医療のアロパシーは一つの療法でしかなく、副作用が伴う非常に危険な療法であるが、故に注意してかかるべきである。昨今の病気の蔓延の原因である、政府が認めるアロパシー現代医療はローマ帝国のキリスト国教に近い、これを全体医療にすり替えているのが問題である。